やってやるぜ。
おう。稲鳴きが聞こえる。奴はいるぞ。準備はいいか。ああ、なんとしてでも英知の種を持って帰って DIL をあっと言わせてやらなきゃ。行こう。さて、少しは手本となる働きを見せるか。ドロシー、リピア。はい、閣下。おそばでお守りいたします。盾の役目はお任せください。違う、二人とも俺からあまり離れるな。了解です、シャッター様。なるほど、部下に好かれるわけだ。男の俺から見てもかっこいい。ん、何か言ったか。いやいや、なんでもない。行くぞ、シャッター。ああ、ひるむなよ、キリト。これが英知の種か。しかし、これで信じてくれるかな。信じさせるしかない。悪いが俺はあの女には会いに行かないぞ。顔を見ただけでも虫唾が走る。了解、いつも通り終わったら結果を報告しに行くよ。待っててくれよな、シャスター。ああ、引き続きドロシーを頼むぞ、キリト。ドロシーも、くれぐれも DIL に足元を救われるなよ。お前は俺の部下だ。誰にもその身を奪われるな。はい、シャスター様。この身は暗黒騎士団に捧げています。決して奪われません。キリト、ジャイアント族は強い。いずれまたそれを証明する。ああ。何度でも勝負しよう。今回は本当にありがとうな、シグロシグ。なんとか無事目的達成ですね。暗黒術師ギルドの陣屋に向かいましょう。 DIL に成果を突きつけてやらねば。怪我したのか？見せてくれ、すぐ治療する。あ、キリト、あ、でも大した傷では。
小さい傷でもすぐ治した方がいいぞ。そこの岩にでも座ってくれよ。どうしたんだ、急に笑って。いえ、父さんと母さんもこんな感じだったのかなと。暗黒騎士だった母さんは聖豪騎士との戦いに敗れて命からがら逃げ、人界に迷い込んだそうなんです。そこで父さんと出会った。そうなのか。手負いの獣のように警戒心が強かった母さんをなだめて、父さんは治療をしてくれたとか。母さんの治療と回復のために父さんの住まいで過ごすようになり、そして恋に落ちたと。状況が似ているだけで、君と召喚は友達ですけど。なるほど。ドロシーのお父さんは暗黒騎士をかくまいながら人界で暮らしていたのか。はい、父さんがいなくなった日のことはよく覚えています。父さんはもう帰ってこないから暗黒界へ戻らないといけないと言われました。母さんの故郷だから大丈夫だよと言われて、そこからは辛いことが多くなってしまいましたね。でも召喚には庇護してくださるシャスター様とリピア様がいました。だからなんとかやってこれた。いつか父さんに今の姿を見てもらいたいです。立派に成長したと言ってもらえたら、どんなに報われることでしょう。突然いなくなったお父さんなのにか。ごめん、傷つけたかったわけじゃないんだ。望みがないことを口走ったのは事実です。俺が代わりに言うよ。ドロシー、立派に成長したな。偉いよドロシー。君は父さんじゃないですよ。なあ、そうだけど。でもありがとうございます。キリト、君も親元を離れて違う世界で一人旅をしてた。とっても偉いです。やばい、今のはちょっとグッときた。今度君の家族のことも教えてくださいね。
あ。はい。これが英知の種。本当にあったのね。ああ、今本当にあったのねって言いましたよ。私も聞こえた。こちらを振り回すことが目的だったの？いいえ、目的は別にあったわ。最初は難攻不落と名高い魔獣をけしかけた。戦力を削ぐつもりだった。次は徒労に終わる旅をさせて、疲労困憊のままここに来ることを想定していた。でも、いやね、あなたたち元気いっぱいだわ。あんたのせいで疲れてるわよ、主に心が。そう？じゃあ無駄じゃなかったかしら。最後の試練は暗黒界らしく戦闘よ。私に対話をさせたいなら勝ってみせなさい。私が勝ったら滞在ちゃんをもらおうかしら。その美しい髪だけでもいいわ。利用価値はたくさんある。私が強くなるために犠牲になりなさい。あなたは昔から本当にしつこい。召喚は暗黒騎士団団長ビクスル・ウルシャスターの直弟子です。シャスター様は召喚に自分を奪われるなと命令してくださいました。あなたに捧げるものは髪の一房も血の一滴すらありません。キリト！ああ、行くぞトロス。勝負だ DIL！戦いを始めましょう。
私がこんなガキどもに。悪いが嘘じゃない。あんたは舐めきっていた相手に負けたんだ。そうね、舐めていたわ。それで私をどうするつもり？力の掟に従い蹂躙するんでしょ。は？もう十分やった後だと思うが。違うわよ、もっとこう他にあるでしょ。いろいろできるでしょ。えげつないことでも何でも。何が？だからするわけないだろ。あんた頭おかしいじゃないのか。そんな、よくそんなこと思いつくな。あら、これくらい可愛いものよ。他にももっとすごいことしてあげられるけど、しないの？しない！キリト、何を言われたのですか？大罪ちゃん、あのね、ちょっとやめてくれ。何でもないから。D.I.L. 茶化すなよ。改めてお願いしたい。俺たちと和平を結んでくれ。お願いですって？あなた方は私に勝ったのよ。命令すればいい。髪を掴んで地に頭をつけさせなさい。そんなこと女の子にできないよ。もうそんな少女期は過ぎたわ。私は狡猾な女なの。生かしておけばいつかあなたの寝首をかくわよ。そうならないよう君と信頼を結ぶし、寝るときは気をつける。愚かな子供。でも嫌いじゃないの。ご報告いたします。玉座の間の封印の鎖が解かれました。繰り返します。玉座の間の封印の鎖が解かれました。暗黒神ベクタ様降臨。暗黒神ベクタ様降臨です。目的はただ一つ、アリスを見つける。そのためにはどんな犠牲も厭わない。暗黒神ベクタ様が降臨した。悪いわね、キュリト。より強いものに従う。それがこの暗黒界で生きる術なのよ。くそ、なんでこんな時に。どうなってるんだ。誰かラースの職員がログインしたのか。どちらにせよ今この状況を打破しないと。切れない。だがあのままメインコントロールルームにいては誰かの命が奪われていた。苦渋の決断だ。君たちだけじゃない、アンダーワールドについても何か手を打たないと。どういうこと？アリスが失われてしまうかもしれないんだ。奴らの狙いはおそらくそれしかない。どうなってるんだ。なぜいきなりログアウトなのか説明してくれ、気候家さん。最終負荷実験は、東の大門はどうなったんだ。勇士を立ちは。キリト君、病み上がりで走らせてすまない。そんなことはどうでもいい。アンダーワールドに戻してくれ、今すぐにだ。君はそれを望むのか。当たり前だ。あんたにとってはただの実験場かもしれない。けど俺にとっては
大切な仲間のいる世界なんだよ。あと少しで和平ができていたのに、あんなところで。分かった、ならば行かせよう。いや、行ってほしい。同時に頼みたいことがある。キリト君、アリスを探すんだ。ん？アリス。アスナ君はもう分かっているね。時間がない。確保して。アリスさんが安全でいられる保証は、それがないとできません。少なくともあいつらに奪われるよりははるかにマシだろう。僕らと取引をしてくれるならそれなりの優遇措置と譲歩する。おい、ちょっと待ってくれ。あいつらとかヤツとかって誰のことだ。産業スパイ、それも戦闘訓練を受けた特殊部隊だ。彼らがアリスを狙ってここにオーシャンタートルに侵入してきた。メインコントロールルームだけじゃない、アンダーワールドにもすでにログインしたようだ。もし奴らの手に渡ればアリスがどんな兵器にされるか分かったものじゃない。秩序のかけらもない破壊兵器になり下がる可能性だってある。もともとそうした目的で実験していたものだが、あくまでコントロールされた状況での使用が前提だった。奪われた先で悪用されれば世界の戦争の形すら変わってしまう可能性がある。今世界の危機が訪れていると言っても過言ではない。世界の危機だって。どうにか奴らをアンダーワールドから強制排出することはできないのか。メインコンを占拠されている限りそれは無理だ。しかも敵は暗黒界を滑る最高位の存在、暗黒神ベクタのアカウントでアンダーワールドにログインしている。中でどんなことが行われるか想像できるだろう。目的のためならどんな破壊でも行うだろう。我々が襲われているのがいい証拠だ。ここで全てを停止してしまうこともできる。だがそうなってしまえば奴らが中で何をするかわからないぞ。とにかくアリスを探すんだ、キリト君。そして守ってくれ。暗黒神ベクタからアリスを守るんだ。セントラルカセドラルのコンソールに再ログインした俺たちは、もぬけの殻となっているカセドラルを目の当たりにした。わずかに残った人々に尋ねると、編成された人海軍は東の大門に向かっており、軍機能は全て前線拠点に移されているらしい。まずは軍師であり総司令でもあるカーディナルを探すことにした。